バルトロマイは、新約聖書に登場するイエスの使徒の一人。日本正教会では、バルフォロメイと転写される。カワハギの刑で殉教したと言われ、ミケランジェロの最後の審判にも剥がれた自分の皮とナイフを持った姿で描かれている。バルトロマイという名の語義は、タルマイの子である。記念日は8月24日とされる。教官福音書の弟子のリストでは、バルトロマイとして現れるが、他に記述は見られない。上述のバルトロマイの語義から、彼の実名ではなく、父親の名前に由来する呼び名と思われること。ヨハネによる福音書の弟子のリストでは、バルトロマイの名前はなく、代わりにナタナエルという人物が挙げられていることから、伝統的にバルトロマイの本名がナタナエルであるという見方がされてきている。バルトロマイは、伝承では、タダイと共にアルメニアに宣教したとされ、この地方では厚く崇敬される。アルメニア使徒教会の名は、タダイとバルトロマイによって建てられた教会を自負するところから来ている。時代、地域によって様々な音写、転写や訛り化が存在する。ありがとうございます。